ちは、こんばんは、おはようございます。村正です。前回の続きからやっていきたいと思います。といっても連続撮影中ですけど、さあさあボスに挑みに行きましょうかね。装備はただ単に、今回は防御力を増やして行くだけなんですよね。属性防御とかがないので今回は。何つけましょうかね。ピアスつけますか。よし、これでいきましょうかね。最初は、まあそれは後から説明しましょうか。じゃあまあ行きます。これマールが入ってないとイベントが進みませんのでご注意を。さあ連れて行け。待ってどれだ。何も言わずに逃げてったぞ。おい、はい、ヤクラ13世ですね。前半は乱れ風に混乱をしてくるので、なるべくステータス防御の装備をつけて挑んでください。
なるしな。丸かって、おい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 。やったね。さあ、これは何作りましょうかね。
ここはプリズムドレス1つよりかはプリズムメント3つの方がいいと思います。 OK。 すごっ。よっしゃー、プリズムメントゲット。太陽石か、早速こいつと掛け合わせてみよう。太陽石を持ってるとここで防具も作ってくれます。防具というかあれですね、すいません、装飾品ですね、メガネです。今回のボスは大張り切りじゃ、すげえ張り切りすぎ。そそくさと帰ってったな。これでやっと虹ゲットできましたね。いや長かったな。はい、ということで次回からはそうですね、黒の夢に挑んでいきたいと思います。ということで今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。